まあ、あのサッカーの中でドルトムントが、採用してるっていうのはちょっとあの、まあ、耳にも聞いてたんで非常に興味あったんですよ。まあ、そのあたりでこう私もちょっとこれから知ろうかなというふうに思いました。まあ、サッカーで言いますとやっぱりこうボール中心なあの少年時代になりやすいんで、まあ、その中でもやはりこうボールだけに集中するんじゃなくて周りの状況とか、まあ、味方だったり相手だったりそういうことを同時にこうプレーしながら、把握できるようなことを、まあ、できればいいなというふうに思っています。で、まあ、それを積極的に取り入れてはいますけど、いや、あの本当にこう、まあ、脳の言いますか、まあ、普段我々がやってる時に脳を使う、まあ、使う部位っていうんですよね、というのが本当に自分でも少ないなっていうふうに感じましたし、で一つの動作をやりながら何か違うことをやるっていうのもやはりこう自分はできると思っててもやっぱりできなかったりとか、で自分がこうできないことを再発見できて、もっともっとこれを早く現役時代に知っておけばよかったなっていうふうに思いました。